江南大学の立花木です。2013年3月にフランスから戻ってきまして、その後縁がありまして、江南大学に来ることになりました。でここに来ました以上、何かやはり自分としてもやっておきたいということで、そうなりますとやっぱり私ケベックとの関係もちょっといろいろあったもので、ご招待されたりとか何かあったものですから、ケベックをどうしても江南大学の学生さんにもですね知ってもらうべく、ケベック講座っていうものを開いてもらうべくお願いいたしました。そうしますと、まあフランス語圏の一環の授業として、私も90分の授業をですね5回持たせてもらうことになりまして、で、まあ、それが2グループありますので、90分の授業を10回持たせてやることになりまして、非常に私としてもですね、やる気を持ってやったところです。それでケベックと申しましても、やはりフランス語に次いで、ドゥゼミ・コアンドビール・フランコフォンのモーヘアルをですねどうしても紹介したくて、ということで、そこから入ってきました。ただしやはりケベックの歴史、それから、まあ、地形ですね、どういうところなのか、それからケベックはどういう言語政策を取っているのか、それからケベックはどういう問題、カナダ連邦政府との間でどういう問題を抱えているのか、そういう、それからケベックの人たちの生活はどうなんだろうかとか、いろんなことの角度から私なりにそういう時間をいただきまして、学生さんにご紹介したところです。最後のレポートでは皆さんケベック行きたいなという大きな感想をいただきまして、非常に私としても良かったと思っています。その点やはりいろんな資料はケベック州政府在日事務所の天野さんからいただいたことも感謝いたしておりますし、ケベック大学との今度は交流についてもですね、その弾みがついていくのではないかと思っております。で、まあ、さらに今度の新しい学長さんも国際交流を大いにやりなさいということで、ケベックとの大学との今交流について協定を結ぶべく、国際交流課と言語文化センターでは先生方に頑張ってもらっています。それからやはり何と言いましても、やっぱりケベックを紹介するときに、モントレールのシルク・ド・ソレイユをですねどうしても紹介したくて、そこで、今度ラスベガスの常設賞のですね大物であるクロード・ボフボニエさんという方を大学にお招きすることができました。私の授業の一環ですけれども、まあ、5、60名ぐらいの学生が集まってやっていただきました。で、まあ、その時に、シルク・ド・ソレイユは芸術ですけれども、サーカスだけではなくて、ギー・ラ・リベフトという創立者がですねやっぱり社会福祉活動にも力を入れてるんだということも学生さんに教えましたところ、非常に感心いたしておりました。まあ、このように江南大学でですねやはり、来ました以上は、江南大学と、まあ、フランスだけではなく江南大学とケベックとの関係ですね、これを今後とも続けていって、そしてできれば交換留学でお互いに学生さんを交換しよう、そして先生方のですね研究機関のある先生方にもいろいろ交流してもらうべく今お話を続けております。まあ、そういうことでぜひ成功していただくように私も頑張りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。